フランス一部スタッド・ランスは5月20日、リーグアン第34節でスタッド・レンヌと対戦し、2対1で勝利した。日本代表 MF 伊東純也がスタメン出場を果たした中、持ち前のスピードを生かしたドリブルシーンに注目が集まっている。試合は後半3分、キャプテンの DF ユニス・アブデル・ハミドが PK を決めてランスが先制。 後半35分には DF セルヒオ・アキエメが左足でダイレクトボレーを決めて追加点を奪取。同アディショナルタイムに1点を返されるも2対1で勝利し、シーズン最終節を勝利で終えた。31歳の伊藤は今季リーグ戦31試合に出場し、3ゴール7アシストを記録。アシストランキングではパリ・サンジェルマン、p s g の FW ・ウスマン・デンベレラ、8アシスト。 に次ぐ2位タイとなったまたデータサイトソファスコアによると伊藤は決定期演出数が19でリーグ1位となった伊藤は今季多くのチャンスを演出していたがチームメートが決めきれないシーンも目立ったそんな中アベマサッカー公式 X 旧 Twitter では伊藤がドリブル突破から演出したチャンスシーンが公開自陣でボールを受け 持ち前前のスピーードでゴル前に迫ったコメント欄ではアシストを取りたかったらしいプレーに見とれる現状打破する力レベチでしたすごいとこ詰まったシーン相変わらずクソ速いこれぞ伊東純也など反響の声が上がっていた今季は主戦場の右サイドだけでなくセンターフォワードなどのピッチ中央でのプレーも見せたい伊東来期の活躍にも注目だ